いなすって、目玉くんこと大場翔です。本日はゴッドギャンブラー小西の競馬講座だっけ、はい、講座ということで、そのシリーズ第3弾でございますので、小西さん、なんか今日なんか誰が誰だか分かんないんですけどコロナが流行っておりますはい、はい、今日もね、小西さんにいろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日は10月の17日土曜日、はい、そうですね、はい、秋の G1 シリーズがずっと始まってきます、はい、明日18日はですね、はい、牝馬の3冠目秋華賞というレースが始まります。はいはいはい。でメス馬の3冠、はい、春から大花賞オークス、はい、この2冠が終わってます、はい、でこれが3冠目の秋華賞というレースになります、はい、オス馬の場合はですね皐月賞、はい、ダービー、おーで明日が秋華賞でその次の日曜日が菊花賞という3冠目です、はい。で今年は飛び抜けて強い馬がいますので、はいはいはい、オスもメス も、はい、もう2冠達成してます。あ、どういう馬が、明日はですね、はい、ちょっと目が悪いのでベアリングタクトというベアリングタクト、はい、未だ負けたことがありません。あ、すごいですね、はい、負けなしの無敗で2冠を取ってます。そうですね、はい、で今日はちょっと雨模様なので、はい、明日の馬場はそんなに良くないと思います。はい。でまあ解明としてはですね、全ての騎手がこのデアリングタクトの馬をマークしますので、はいはいはい、まあ、本当に飛び抜けて強いので、はい、普通に走れば勝つ、はい、あ、うん、で我々あの馬連番を買いますので、はい、この馬を軸にして買います。あ、なるほど、絶対に入れるっていうことですね、はいはい、でまあ負けるとすると出遅れ、はい、あとは競争中に骨折とかですね。あ、そういうこともあるんですね、はい、あ、そうか。で直線に向くときに包まれて、はい、抜け出せないというケースしか考えられないと思います、はいはい、でこういうレースというのは2着はもう全くわからない、はい、あ、なるほど、はい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 、まあ何点か予想して、はい、外れる方が多いと思います。あ、こういう時は、はい、基本的に競馬というのはロマンはありません、はい、競馬はギャンブルです。勝たなきゃどうしてもありません。テレビなんかではロマンとか言ってますけど全くありません。ロマンのないギャンブル、はい、ギャンブルは鉄火場ですからね。ロマンとかアマチュア旅行と言ったら絶対勝てない。あら、なんかすごいですね、はい、もちろんです。あ、国津さんの中でなんかもう予想してるのあるんですか。デアリングタクト、はい、この13番を軸にして、はい、総流し。お、総流し。もちろん18頭立て、はい、立てですので、はい、17点買い。あ、そういうか、はい、あ、なるほど、はい、そういうことか。じゃあ全部買っちゃうってことですね。もちろんもちろん。すごいですね。あ、そういう買い方もあるんですね。あります、あります。あ、要は勝てば。そうです。なるほど、面白い。あ、これしかないでしょうね。あ、でこういうレースっていうのは基本的に見るレース、はい、あ、はい、見て楽しい、はい、ここに大金をつぎ込むのはどうかな。まあデーリングタクトの副賞とかね。あ、そこへお金ある人は100万とか。あ、なるほど。200万とか。あ、我々庶民が買えませんので。少ない投資で大きな配当を、はい、狙う、はい、全く人気薄の馬が2着に来てもつきますから、はい、これが一番人気なのですね。あ、基本的にこういうレースというのは、はい、まあ次の菊花賞もそうですけど、はい、そう流し、そう流し、はい、悔いはありません。ここ競馬にロマンはございませんので。あ、でも楽しみはあるんですね。もちろんもちろん。あ、いいですね。じゃあ明日の結果は、はい、どうなるんでしょうか、はい、本日もうね、はい、こちらは流させていただきますの で、 そうです、ね、明日の結果、はい、また楽しみにしてますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら来た、15、18、13ってきたと思うんだよね。こんなに2着突っ込んできたらもうエヴァつくのか。これ小西さんかけてるんですか。かけてますね、100円だけど。あ、それは気になりますね。これね、1000m、はい、新潟 1000m、はい、もう黙って外枠だけ買えばいい。こんなに印がついちゃダメ。うん、そちら
なみに何番を買ってるんですか？ここ全部。あ、これ全部どれが来てもいい？でも大丈夫。30、40、50、60、70、80プラマイでも。まあそんなもんです。おー、まあでも負けてないのはいいんじゃないですかね。3連服買っときゃよかった。80何番です。